ゆっくりとお尻を持ち上げ、足首をクロス、かかとの上に座っていきます。床に手、そして肘を肩幅に置いて、まるでピンチャーをしていくような形になります。膝を締めていきます。吸う呼吸で膝を床から持ち上げて、膝を胸に引き寄せていきます。背骨を丸めていきましょう。呼吸10呼吸深くしていきます。吐く呼吸が来たら、ゆっくりとお尻を降りて下ろしていきましょう。呼吸が止まらないように、特に背中に呼吸を入れるようにしていきます。もう一度床に肘、肘が開かないように肘を締めるようにしながら押していきましょう。吸って膝を胸に引き寄せて、胸の中心を天井に引き上げていくように、特に背骨の上のあたり意識していきます。吐きながらゆっくりとお尻を下ろしていきます。最後です。もう一度肘を床、手の指先も少し意識してみましょう。吸う呼吸、ゆっくりと膝を持ち上げ、膝を胸にくっつけていくように、ボールになったような感覚で丸い背骨、呼吸を続けて脇は床から遠ざけていくように、吐く呼吸ゆっくりと降りて、チャイルドポーズでリラックスしていきます。